まったく世話を焼かす。早くなんとかせ。なんとかしろっつったってよ。なんでもいいから飛べ。迷惑をかけまくってる気がするが、大事の前の障子だ。お前はいつもそればかりだ。些細なことを気にしている余裕があるなら集中力を高めろ。本当はいえ、わらわのナイトボーンとは手加減はせん。こましちゃる。
テレゴシは魔術以前の問題だな。うるせえよ。お金かん、バカ者。クロスケはもう消した。これ以上の特訓は無茶だろう。やはり精神的に未熟だな。もう少し冷静に動けんとせっかくの資質が台無しになるぞ。しょうがねえだろ、性格なんだから。熱い性格が悪いわけではない。マスターテリオンも言っていただろう、魔術とは高ぶる魂を力に融合させ精錬させるものだと。慣れに必要なのはそういったことだ。ち、分かったからここから離れたいんだが。これじゃいい晒し者だ。いちいち神経質だな。普通は気にするっての。あ、事件の通報はここでありますか。今度は何が起こった。まさかまたブラックロッジが。何。あ、逃げるぞ、アル。
どうした突然慌ておって。いいから早く仕上がれ。あ、こら。珍しいこともあるもんだね。のんびりしている場合じゃありますか、ネスケーブ。待て、止まらんと撃つのであります。すでに撃ってんじゃねえかよ、暴力警官。誰だよ、あんなのに治安任せてるのは。どどどどどどどちくしょう。さて、以前にも説明したが、現在のわらわは完全ではない。マスターテリオンとの戦いでわらわを構成するページの一部を失っているからだ。魔術師と魔導士は表裏一体、片方が欠けて良いものではない。この状態ではナレも、そしてデモンベインも全ての力を出し切ることはできぬだろう。故にわらわは、わらわの断片を取り戻す必要がある。そのことについて詳しく説明しよう。あえてツッコミは入れんぞ。何の話だ。いいから先に進めれ。そのやる気のなさそうな態度が妙に勘に触るが。えい、続けるぞ。とにかく現状では、ナレが魔術師として行使できる力には制限がかかっている。断片を取り戻し、わらわが完全に近づけば近づくほど、その制限は取り払われることとなる。だけどよ、このだだっ広いアーカムシティの中から紙切れの一枚一枚探すわけだろ。はっきり言って気の遠くなるどころの話じゃねえな。つうかもう燃えるゴミと一緒に焼かれてんじゃねえの。なわけあるか。仮にもわらわの一部だぞ。たとえ断片とはいえ魔力を秘めておる。となればページの周囲には何らかの魔術的な異変が生じると考えてよかろう。そういうもんなのか。なるほど。あ、じゃあ街の中で起こる奇妙な事件を追っていけば、ページの欠片と遭遇する可能性は高いってことか。そういうことになる。だがそれだけでも強い魔力を秘めた断片だ。一筋縄ではいかん。速やかに回収するためには、ナレの強化が必要不可欠だ。ナレには早く確かな力を持つ魔術師に覚醒してもらわなければならぬ。結局はそこか。明日からはさらに厳しくいくぞ。悠長に時間をかけている暇などないからな。それに並行して魔術理論についてもさらなる研鑽を積んでもらう。講師はわらわだ。それにしても、お前の分身が起こす異変ってどんなんだよ。まさか大事件になったりしねえだろうな。そうな。おいおい、わからんよ。わらわという自我を失っている以上、断片たちはこの町に住む人間の思念や町に渦巻く気に強く影響される。それがどんな形で具現化するか、わらわでも想像は難しいな。おっかねえ話だな。たく、
鉄は炎で鍛えて鋼とする。血をたぎらせて肉体を鍛えよ。魂を燃やして命を鍛えよ。それゆえの修練修練修練、修羅のごとき修練を。落ちる、落ち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 。だからなぜそこで集中力が途切れる。黒翼を己の体の一部だと思え。手足と同様、意識するまでもなく動かすものだ。それはなこと言ったって人間に羽は生えてねえ。五感が全てではない。霊感を高め、世界の法則を感じ取れ。くまなく宇宙に自らの神経を張り巡らせるように、精神を研ぎ澄ませよ。いや、でもなぜにこんな体勢で。なんでうまくいかない。仕方あるまい。月焼き場になってしまうのは避けられんからな。それでもナレが魔的な感覚をつかみ覚醒すれば、次の異界へと大きく登ることができるのだが。それはどうやればいいんだよ。こればかりは直感的なものだ。決まった方法論など存在しない。チッ。資質はあるはずなのだが。ナレ、ディスペルの理論も知らずにマスターテリオンの結界を破ったではないか。波の実さには真似できんぞ。だってどうやってそれができたのか覚えてないんじゃ意味がねえよ。まあ焦らぬことだ。焦れば焦るほど精神が乱れるぞ。では今日はこの辺にしておくか。いや、まだ俺はやれるぞ。ダメだ。ナレが考えているよりずっと魂には負担がかかっている。これ以上は有害なだけだ。認められんよ。やる気を出してくれるのは嬉しい限りだが、せっかく見つけた術者をつまらんことで壊したくはない。力を欲するのなら事故の状態を正しく把握しておけ。肉体と精神の制御は魔術師にとって不可欠な条件だからな。
にしろ、黒いの！このクソ！どうした、いきなり。こやつはあの時の。メタトロン！